訪日外国人が驚愕した日本の夏の食べ物を知っていますか？夏って暑すぎて食欲が減るのよね。だから、食事に困っちゃうわ。確かに日本の夏の暑さは、湿気もあって辛いよな。だけど、日本には夏特有の食べ物も多くあって、それが訪日外国人から新体験だ、と驚かれているんだ。新体験って言われるほどの夏の食べ物なんてあったのね。どんな日本の夏の食べ物があるのかしら？というわけで、今回は訪日外国人が驚愕した日本の夏の食べ物を6つ紹介するぜ。視聴者の皆様も、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目は、そうめん、だぜ。そうめんは、細くて白い乾麺で、日本では特に夏に食べる定番の麺料理だぜ。流しそうめんってイベントもあるし、日本では当たり前だよな。夏といえば、やっぱりそうめんよね。さっぱりと食べられて、夏バテしてても食べやすいし、美味しいから大好きよ。だな。そうめんは涼しげで喉越しがいいから、暑い夏にぴったりの食べ物なんだぜ。冷たい水でしっかりと冷やして食べると、暑さで食欲が落ちている時でも、さっぱりと食べられるからな。ちなみに、そうめんは日本発祥の食べ物かしら？そうめんはもともと、中国から日本に伝わったとされるんだぜ。奈良時代に中国から伝わり、平安時代には貴族の食べ物として広まったんだ。江戸時代になると一般庶民にも普及して、全国に広まったんだぜ。有名なのは奈良県の三輪そうめんや、兵庫県の揖保乃糸だな。もともとは、中国から来た麺料理だったのね。でも、なんで訪日外国人はそうめんに驚くのよ？麺類はどこの国にもあるじゃない。そうめんはアジアの一部地域でしか食べられてないからな。欧米ではあまり知られていないんだぜ。だから、訪日外国人にとって新発見な食べ物ってわけだ。なるほどね。訪日外国人にとって一体、何が驚きなのか知りたいわ。まずは、麺がシンプルなのに美味しいってことだな。冷やした麺とつゆの組み合わせが絶妙で、美味しいと感じる外国人が多いんだぜ。また、流しそうめんというユニークな食べ方があって、なぜ麺をコースターで流して食べるのかってことが、訪日外国人に驚かれている理由の一つでもあるんだ。流しそうめんは、夏のイベントとして楽しいのよね。でも、海外からすると謎の食べ方として映っているわけね。だな。あとは、そうめんには様々な食べ方があって、アレンジがしやすく、食べやすいってことも話題になるんだぜ。あと、抵抗感なく食べれる麺類としても好評なんだ。確かに、具材を変えるだけでいろんな味が楽しめるもんね。実際に訪日外国人がそうめんを食べた時の反応ってどうなの？じゃあ、訪日外国人からのコメントを紹介するぜ。そうめんはこっちでも普通に食べるけど、日本とはまたちょっと違うんだ。日本でそうめんを自分で茹でて食べた時は、茹でる量がわからなくて、作りすぎて大変なことになったんだよ。そうめんって足りないかなって思って多めに茹でると量が悲惨なことになるのよね。日本の麺類はどのタイプも美味しすぎてびっくりするよ。そうめんは夏によく食べたけど、めっちゃ食べまくったな。そうめんはサラダと一緒に食べても美味しい。日本の夏の間はとても助かった。そうめんって安いから暮らし的にも助かるのよね。訪日外国人も日本の夏は、そうめんに助けられてるなんて知らなかったわ。そうめんを食べていると、日本の食事って感じがして好きなのよね。そうめんといっても日本の地域によってまた違った麺があって、なかなか興味深かったんだ。日本の夏を過ごす場合は、ぜひ流しそうめんを一度は体験してほしい。面白いイベントだったんだ。流しそうめんを体験した訪日外国人がいることが私には面白いわ。というように訪日外国人はそうめんを食べて、新しい食文化に触れることができるわけなんだぜ。そして、その美味しさに驚いてしまうんだ。どの反応も面白かったわ。やっぱり日本の食文化って興味深いわね。二つ目は、タコ、だぜ。大きな頭に8本の足がついた見た目の軟体動物だけど、日本では食材としてかなりポピュラーな魚介類だな。でも、海外では全然違う印象を持たれてるんだぜ。タコって煮ても焼いても、生でも食べれるから最高だわ。でも、生き物としてはよくわからないのよね。タコは軟体動物で、特に、頭足口に分類されるんだ。頭と足が一体化したような形をしていて、8本の足には吸盤がついているのは知っているだろ？あの足が美味しいから知っているわよ。頭でっかちで足8本の生き物って感じね。ちなみに、あのタコの頭だけど、実際は胴体なんだぜ。本当の頭は足の付け根にあって、目や口が集まっている部分にあるんだ。そして、タコの仲間は約300種類もいて、日本近海にもたくさん生息しているんだぜ。しかも、季節によって旬なタコの種類が違うんだ。例えば、夏は水ダコが旬の季節なんだぜ。といっても、水ダコは年中水揚げされる種類でもあるんだ。
タコの頭が本当は胴体だってのは知らなかったわ。季節ごとに旬のタコが違うのも面白いわね。でも、海外ではタコの印象が違うのはなぜなのよ？日本では、タコは刺身、寿司、たこ焼きなど、様々な料理となっていて、食べるのが当たり前だぜ。一方、海外ではタコを食べる国は少数派なんだ。タコを食べる国は、タイ、韓国、日本といったアジアと、欧州ではスペインやイタリア、ギリシャ、南フランスなど、南ヨーロッパや地中海沿岸地域の一部だけなんだぜ。例えば、米国ではタコをデビルフィッシュと呼んで、見た目がエイリアンみたいだって敬遠されがちなんだ。確かにタコの見た目の印象が、食材としては受け入れられないって人もいそうだわ。また、宗教的な話だと、イスラム教やユダヤ教では、旧約聖書に、鱗とヒレのない海の生き物、は悪魔の魚で、食べてはダメだと記されているんだぜ。なるほど、だから、訪日外国人にとってタコは驚きの食べ物なのね。実際、日本でタコを食べた外国人の反応も知りたいわ。訪日外国人からの反応は、次のようなものがあったんだ。ドイツではタコを食べる習慣はないんだ。だから、ドイツの女子高生的には冗談でしょって言われるほど驚かれるね。ロシアではイカを食べることはあるけど、俺が知る限りタコは売られてないな。だから、日本でタコを食べた時は驚いたよ。ロシアでもタコを食べないなんて、私にとってはそれが衝撃的だわ。地中海の沿岸部ではどこでもタコを食べてる。今や新鮮なタコは高級品だよ。見た目が気持ち悪い。でも、日本で食べた時は普通に美味しくて、あの見た目からこの美味しさは驚きだった。イカなら食べたことがあるけど、タコは米国で売られているのを見たことがなかったね。やっぱり海が近い地域だと食文化が似てくるのね。むしろ、イカを食べるのにタコを食べない米国が謎だわ。オーストラリアでタコは、異国の食べ物だと思われているよ。イカに似ているけど、タコの方が噛みづらかったな。タコよりはイカが好きだ。米国ではイカが主流って感じ。寿司バーでならタコを見かけたことがあるね。フィンランドでは基本的にタコは高級食材ってイメージだ。日本だと普通に居酒屋とかでも食べられたね。海外ではイカの方がタコよりも食べられている印象なのね。というように、タコは海外では珍しい食材なんだぜ。だから、日本で初めてタコを食べたって人も多いんだ。訪日外国人からすると未知の体験ってわけだな。ちなみに、日本ではタコをいつから食べているのかしら？日本でタコ食は、弥生時代からあったと言われているんだ。なぜなら、弥生時代の遺跡からタコ壺が出土していて、この時代からタコを捕まえて食べていたと考えられるんだぜ。タコにはタウリンという栄養成分が多く含まれていて、肝臓や心臓の機能を強化したり、血圧を正常化したりと体に重要な栄養なんだ。しかも、タウリンの働きは、疲労回復効果も期待できるから、タコは、夏バテ予防にも効果的な食材なんだぜ。なるほど、日本のタコ食文化の歴史がよくわかったわ。しかも、夏バテ予防にも良いなんて興味深いわね。タコの魅力も知れたし、海外との文化の違いも勉強になったわ。三つ目は、トロロ、だぜ。トロロとは、山の芋をすりおろしたものを言うんだ。日本では当たり前に食べられている食材だけど、欧州ではあまり食べられていないものなんだぜ。山の芋にはいくつか種類があって、日本で代表的なのが自然薯、長芋や大和芋だ。トロロって健康にいいってイメージが強いわ。麦飯にかけて食べたり、トロロそばなんかもあるわよね。ちなみに、自然薯は粘り気が強くて、風味が豊か。長芋はそれに比べて粘り気が少なくて、食感が軽いんだ。生ですりおろして食べられる世界でも珍しい芋で、そのまま食べれるからこそ、栄養価が高いんだぜ。生で食べられる理由は、ジアスターゼという消化酵素が含まれていて、でんぷんの一部が分解され、胃もたれしないからなんだ。生で食べられるってすごいことね。ところで、栄養価ってどうなの？山の芋は特にビタミン B1 やカリウム、食物繊維が豊富なんだぜ。それに、消化酵素のアミラーゼも含まれているから、胃腸にも優しい食材なんだ。すりおろして、トロロにして食べる理由は、これらの栄養素を効率よく摂取できるからなんだぜ。なるほど、栄養を効率よく摂取するために、山の芋はトロロにして食べているってわけね。ちなみに、トロロは一体いつから食べられているのかしら？トロロの歴史は古く、奈良時代にはすでに食べられていた記録があるんだ。平安時代には貴族の間で健康食として愛されていたし、江戸時代には庶民の間でも広まったんだぜ。特に、江戸時代にはトロロ汁として人気があって、ご飯にかけて食べるスタイルが定着したんだ。古くから日本人の健康を支えてきた食材だったわけね。でも、訪日外国人がトロロに驚愕する理由って何なの？まずはネバネバした食感が海外では珍しいんだぜ。多くの訪日外国人にとって、あの粘り気は食べたことのない食感だから驚かれるんだ。
人によってはあの独特な舌触りが衝撃的すぎて、慣れないうちは食べれないって方もいるんだぜ。すぐにハマっちゃう訪日外国人もいるんだけどな。確かに、ネバネバした食感は、日本人でも好き嫌いが分かれるものね。さらに訪日外国人からのコメントも知りたいわ。それじゃあ、いくつかコメントを抜粋して紹介するぜ。あのドロドロの見た目が衝撃的だったわ。恐ろしかったし、同時にショックを受けたもん。なんていうか何事？って感じだった。見た目の衝撃はすごいけど、味が美味しくてすぐにハマっちゃったわ。ドロロをかけたご飯は本当に美味しいの。やっぱりドロドロとした見た目にショックを受ける方もいるのね。でも、味が美味しいと言ってくれる方もいて嬉しいわ。ぬるぬるした要素は乗り越えがたかったけど、何回か食べるうちに慣れて食べれるようになったんだよね。アメリカ人的にはぬるっとした食感がきつい。オクラも食べれないからね。でも、トロロは見た目が美味しそうだったから挑戦できたんだ。お腹の調子が悪い時でも、トロロは美味しく食べれたんだ。胃腸に優しい食べ物だよね。国によってはトロロの食感が受け入れられない訪日外国人もいるわね。でも、美味しいってわかっている人もいて安心したわ。トロロそばは本当にうまいからぜひ一度は食べてほしい。トロロの食感が苦手でもそばと一緒なら食べやすいから。日本の自然薯は、本当に味わい深くて食べたら病みつきになるよ。いや、絶対にネバネバだけは無理。なんで日本人は生でネバネバしたものを食べれるのか理解できない。ネバネバに対する拒否感が国によっては大きいことがわかるわね。生物やネバネバに対する食文化は日本の方が進んでいる気がするわ。というように、訪日外国人にとってトロロは、ほとんど未知の食べ物で衝撃が大きいものなんだぜ。でも、日本の食べ物に興味を持ってくれるのは嬉しいよな。トロロのような日本の伝統的な食べ物が、もっと世界に広まっていってほしいわね。四つ目は、冷やし中華、だぜ。冷やし中華は、日本の夏を代表する料理の一つだ。冷たい中華麺に様々な具材が乗っていて、甘酸っぱいタレをかけて食べる料理だぜ。あの甘酸っぱさが食欲をそそるのよね。夏でもさっぱりとしていて、食べやすいから大好きだわ。だからこそ、夏の定番料理と言われるわけだ。具材には、きゅうり、ハム、卵焼き、トマト、そして、もやしなどが使われることが多いよな。重要なタレは、酢と醤油がベースの甘酸っぱい味が主流だけど、ごまだれも人気があるんだぜ。日本の夏の暑さには、冷やし中華が最適なのよね。ちなみに、冷やし中華には中華がついているけど、日本料理だってのは本当なの？それなら、冷やし中華の発祥を教える必要があるな。冷やし中華の発祥の話には諸説あるけど、1930年代の日本で生まれたと言われているんだ。特に有名なのは、仙台の中華料理店、劉亭の説だぜ。暑い夏にぴったりの冷たい料理を考案した結果、劉亭で冷やし中華が生まれたんだ。へえ、そんな歴史があるのね。でも、諸説あるってことは、他にも発祥となっている話があるんでしょ？他には、東京の楊子公菜館の説もあるんだ。楊子公菜館の2代目店主の周古義が考え、1933年に売り出したと言われているんだぜ。彼が考えたのは、五色両板麺、というメニューで、ざるそばとごまだれの冷たい中華麺から考え出されたんだ。その後、冷やし中華は、日本全国に広がり、夏の定番料理として定着したんだぜ。どちらも冷やし中華の誕生に大きな影響を残したお店なのね。そうなんだぜ。現在まで残る定番の麺料理だし、この功績は日本の食文化としても大きなことなんだ。そんな冷やし中華を食べた訪日外国人は、冷やし中華のどんな麺に驚いているのかしら？じゃあ、訪日外国人からの反応をいくつか紹介するぜ。夏といえば、やっぱり冷やし中華。日本の夏は本当に厳しくて、食欲が減って大変だからね。冷やし中華の酸っぱさが食べやすくていいんだ。冷やし中華は、めっちゃ美味しいよね。私は夏の暑い日にランチでこれを食べるのは本当に最高だよ。冷やし中華の美味しさが海外にも伝わっていて嬉しいわね。夏の間は、週一で冷やし中華を食べているよ。あっさりしていてさっぱりするから、誰にでもおすすめできる。私は、もやし、エビ、トマトなどを加えて食べてるわ。鶏の胸肉なんかを加えても美味しいよ。暑い夏の日にこれを食べるのは本当に美味しい。日本の夏に食べた冷やし中華は、本当に絶品だ。夏になるとこれを食べずにはいられなくなるんだけど、なんでこんなに美味しいんだろう。冷やし中華が日本の夏に合っていることがよくわかるわね。夏バテには冷やした野菜や麺類が本当に食べやすくて良い。だから、冷やし中華は夏に最適の食事だって言えるんだ。甘酸っぱいのが夏バテにめっちゃ良いんだよね。冷やし中華を食べるようになってからは、日本の夏でも食事できるようになった。日本の夏はなんでこんなにジメジメして大変なんだ。そりゃ、冷やし中華を食べたくなるのも無理はないよ。
冷やし中華の美味しさが、訪日外国人にとっても最高だってことがわかるわ。しかも、日本の夏が辛いってことも伝わってくる。というように、冷やし中華は夏に最適な料理なんだ。訪日外国人にとっても夏に食べる料理として、美味しすぎて驚かれているとわかっただろ。冷やし中華の美味しさが世界にも伝わっていると知れて嬉しいわ。5つ目は、ざるそば、だぜ。そばは、そば粉から作られる日本の伝統的な麺類だ。日本にはいろんな種類のそばがあって、温かいそばも冷たいそばもあるよな。その中でも、ざるそばは冷たいそばで、シンプルにそばを楽しむことができて、特に夏に食べることが多いんだぜ。そばは夏でも食べやすい麺類で大好きだわ。特に天ぷらと一緒に食べるそばにハマるのよね。ちなみに、ざるそばは、茹でたそばを冷水で締めて、ざるに盛り付けて出す形式のそばのことだ。そして、特製のつゆにそばを浸して食べるんだぜ。つゆには、だし、醤油、みりんなどが入っていて、わさびやネギ、海苔といった薬味を入れるのが定番だ。わさびやネギの風味がそばと相性がいいのよね。このようなそばって、一体、日本でいつから食べられているのかしら？そばの歴史は意外に古くて、縄文時代にはすでに栽培されていたと言われているんだ。ただ、現在のようなそばを売って食べるスタイルは、江戸時代に入ってから普及したと言われていて、この時期に庶民の間にそばが広がって定着したんだぜ。江戸時代に広まって、そこからずっと愛されているなんて、すごいわ。でも、至ってシンプルなざるそばが、訪日外国人を驚愕させるのはなぜなの？それは訪日外国人の反応を見ればわかるんだ。私は一番、ざるそば、が好き。アメリカには似たような麺料理がないから、冷たくてつるっとした喉越しがたまらない。そばは、麺を上手にすすれるようになるまで時間がかかったけど、慣れれば意外と簡単なのね。ざるそばが大好きなアメリカ人がいることは、日本人にとっても嬉しいことだわ。イタリアでは冷やした麺を食べることがほとんどないのだけど、ざるそばは一度食べたらハマっちゃったよ。そばは日本で食べて驚いた麺類の一つだね。最初は味があっさりしすぎて微妙だったけど、長く日本にいるうちに好きになっちゃったな。冷たいざるそばもいいけど、私はボリューム感のある天ぷらそばが好き。冷やした麺類って意外に海外では珍しい食べ物なのね。そばは美味しいけど、すすることができなくて最初は苦戦したのよね。なんで日本は麺類をすすりたがるのかは未だにわからないわ。すすって食べるってのが日本では当たり前だけど、今でもあまり慣れてはいないのよね。でも、そば自体はとても大好きだわ。そばって本当に日本らしい麺類だって思うよ。まさにはって感じ。すすって食べるということは、ヨーロッパではマナー違反だから驚いちゃう人も多いんだわ。というように訪日外国人は、そばでは特にざるそばの美味しさに驚いているんだぜ。あとは、食べ方の習慣の違いも驚きの理由の一つだな。やっぱり、そばの味わい深さやつゆの旨味、そばの香りなどが訪日外国人にとっては、新鮮な体験となっているんだぜ。確かに日本の麺類として代表的な食べ物だから、食文化の一つとしても驚きの対象でもあるのね。そうだな。ざるそばのようなシンプルで美味しい料理が、日本の食文化の一部として海外に広まるのは嬉しいことだぜ。外国人の反応を見ていると、自分たちが普段当たり前に食べているものの素晴らしさを再認識させられるしな。本当にそうだわ。日本人として日本の食文化をもっと発信していきたいわね。6つ目は、うなぎ、だぜ。うなぎといえば、うな重やうなぎのかば焼きなど、美味しい料理が多い印象のある食べ物だよな。牛の日に食べる食材でもあって文化的な面もあるぜ。うな重は高級な感じがあって大好きだわ。うなぎが牛の日の食べ物だってのは知ってるけど、なんで食べるのかはあまり知らないのよね。そうだな。まず、土用の牛の日ってのは、夏の土用の期間にある牛の日のことを言って、6月後半から7月後半の頃にある暦の習慣だぜ。この土用の牛の日にうなぎを食べる理由は、夏の暑さを乗り切るのに良い栄養が含まれているからだ。うなぎを食べることで夏を乗り切ろう、ってわけだな。なるほどね。夏の暑い季節に健康を保つための知恵って感じだわ。ちなみに、うなぎにはどんな栄養が多くあるのかしら？うなぎにはビタミン A や B 群が豊富で、疲労回復や美肌効果が期待できるんだ。ちなみに、土用の牛の日の習慣は、平賀源内が発案したと言われているんだぜ。昔からある習慣が、日本人の健康を守ってきたわけね。それで、海外でうなぎって食べられているのかしら？訪日外国人が驚くってことは珍しい食材なの？うなぎ自体は、海外でも割と食べられているんだ。マレーシア、フィリピン、タイなどでも食べるんだけど、ヨーロッパでは英国、オランダ、イタリアでも食べるんだぜ。だったら、なんで訪日外国人はうなぎに驚くのよ？なぜなら、うなぎをかば焼きにして食べるって方法は、日本の調理方法で海外にはないものだからなんだ。
そんなうなぎのかば焼きの美味しさに訪日外国人は驚くんだぜ。うなぎのかば焼きは、うなぎを開いて串を打ち、タレを塗りながらじっくり焼く調理方法だ。ふっくらとした身の、とろけるような美味しさが特徴だぜ。タレは醤油、砂糖、みりんなどをベースにしていて、甘辛い味がご飯にぴったりなんだよな。だから、うな重やうな丼として食べられることが多いんだ。うなぎのかば焼きが日本独自だってのは知らなかったわ。それに話を聞いただけでうな重が食べたくなってきたわよ。訪日外国人からのコメントもいくつか教えてほしいわ。じゃあ、要望に応えていくつかコメントを紹介するぜ。日本のうなぎはめちゃくちゃ美味しいよ。価格は高いけど、俺は値段に見合ってると思ってる。俺の一番好きな日本食がうなぎのかば焼き。本当に驚異的な美味しさだもん。魚特有の生臭さが好きじゃない人には、うなぎのかば焼きをおすすめしたい。日本のうなぎの美味しさが訪日外国人にも伝わっているのは嬉しいわ。うなぎのグリルはヨーロッパでもかなり人気です。ポルトガルでもうなぎは人気。シチューやフライやグリルで食べるよ。オランダ人の俺はうなぎの燻製をずっと食べ続けてる。これがまた美味しいんだ。日本以外でのうなぎ料理も興味深いわね。でも、シチューにうなぎは、ちょっと想像できないわ。日本で初めてうな重を食べた時は、本当にこれがうなぎなのか？ってくらい驚いた。全く臭くないし、めっちゃ美味しいんだもん。口に入れた瞬間にとろける感じなのがびっくりだった。タレとうなぎの相性が抜群でいくら食べても飽きないんだ。日本に行ったらぜひ一度はうな重を食べてほしいね。こんなに美味しい料理はないって思ったくらいだから。訪日外国人もうな重にハマってしまうくらい美味しいのね。うな重が好きな日本人も多いけど、国境を越える美味しさだってわかったわ。というように、うなぎのかば焼きは、訪日外国人に驚かれるほど美味しいんだぜ。日本食の素晴らしさが伝わる話だよな。うなぎが苦手だって外国人でも、日本のうな重を食べたら、価値観が変わっちゃうかもしれないわね。ちなみに、日本でうなぎを食べたのっていつからなのかしら？日本では縄文時代からうなぎは食べられていたんだぜ。縄文時代の貝塚から、うなぎの骨が出土していて、古くから日本でうなぎが食べられていたとわかるんだ。また、うなぎが登場する文献は、万葉集、が最も古くて、健康のためにうなぎを食べなさいって読まれているんだぜ。ちなみに、うなぎのかば焼きが登場するのは1399年のことだ。うなぎの歴史が思った以上に古くて面白かったわ。日本のうなぎの美味しさは、もっと世界に広まってほしいわね。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。